出してということで、どうも武田でございます。はい、ということでね、草野先生からここで指導してもらった動画が多分一回上がったことあるので、見てくれてる人だったら分かると思うんですけど、こんな感じでね、横浜駅直結のアソビルの屋上に今います。草野先生がちょっと指導してくださってる中で、まあ僕も最近やっと動けるようになってきた中で、動けては来ているものの、まだまだ動きが全然定まってない中で、草野先生にまあ自分のずれてるところをまあ今回聞きに来ましたまあその様子をぜひぜひ皆さんに見ていただきたいなと思います。ダッシュで行こうぜ。走る上で重要なのは、この直に行って姿勢と、それから足の動かし方と、それから腕の振り方、ここに集約されてくるんですが、大きな場合大体姿勢を意識したことがないという人はいないと思うんですけど、姿勢がいいと思っているはずなのに、結局姿勢は良くないと言われたりする。そうなってくると、小さなエラーがどんどん積もり積もってしまって、全体の動きとしても良くなくなってしまう、まあ、そういったことが往々にして起こりがちです。まず大事と言われる姿勢、それがそもそも実際どうなっているのかチェックをしていきたいと思います。やり方ですが、まっすぐなこう柱があるので、ここに寄り添うように、まあ、真横ですね、立ってもらって、まあ、できうる限りいい姿勢になったなと思ったら写真を撮ってもらいます。それを見て実際にどうなっているかというのをちょっとチェックをしていくので、チェックポイントはそれぞれ、頭、肩、腰、そして足首、ここが一直線上になっているかというのをチェックしていくんですが、大体の場合首が前に出てしまったり、また胸がこう反ってしまっていたり、またはこう抜けてしまっていたりということが起こりがちですので、まあ、そういったところにも注意しながら、まずは自分の姿勢にちょっとアプローチをしてみましょう。ダッシュで行こうぜ。武田君を撮影してあげてください。これぐらいで、はい、基本的にいい姿勢をしようとすると、胸を張る、まあ、そういうイメージが強いと思うんですが、それをやってしまうと飛び出てしまうので、まあ、この手が前に伸びてしまう、これ胸のところがこう斜めに後傾しちゃってるので、またはこれを修正しようとして尻を引いて、まあ、どちらにせよまっすぐではなくなってしまうので、まあ、それを踏まえた上で武田君の場合ここはちょっと飛び出してしまってるので、おへそをこう少し後ろに、または体の中にこう引っ込めるようなイメージで、ちょっともう一度それで撮影をしてみましょう。どうですか、これは。ちょっと首前出てると思います。で、ここを緩めないまま息入る。そう、そのまま。で、じゃあもう一度お願いします。多いですね。はい、ありがとうございます。修正したところを今日はちょっと常に意識しながら、これからの動きをしていきましょう。ここの手すりを持った状態で、極力いい姿勢のままゆっくり真下に、前に傾いたり後ろに反ったりしないようにしてしゃがみます。ここはどいていいです。まっすぐしゃがんだら、そのまままっすぐ立ちます。もう一度ゆっくりしゃがんで、ゆっくり立つ。やっちゃいけないっていうか、失敗例としてはちょっとこう前に出てしまったり、後ろにこう抜けてしまったりっていうのがある。ちょっと10回ほどゆっくりでいいので、極力体まっすぐのまま、かかとがそのままお尻の下に近づいてくる。遠くなってしまったり、お尻が下がってから近づいたりしないようにちょっとチャレンジしてみましょう。どうぞ。足踏みをするんですが、今は自分のお尻がかかとに近づいていったんですが、今度は自分のかかとを自分のお尻に近づけていきます。ストーンを横を向きながら、お尻の下にかかとが来るようにして一歩ずつ、この時に膝が前に出てしまったり、かかとが後ろに行ってしまったり、または中が丸くなって、そういうことがないように、まずはゆっくり歩きながら、途中止まっていいので、お尻の下にかかとが入るようにちょっと動いていますね。ちょっと距離あるので気をつけて、もう引いちゃっていいですよ。姿勢を意識して
バーサイドとシンバーサイドサバリー、パカルトを膝の中に入れるっていうのがその課題。今の方は歩いて、進んでいきます。その時に今ちょっとそのままでやってほしいんですけど、かかとを足に当てながら膝の位置ぐらいまで上げてください。膝ギュッと閉じてないんですね。この辺りまでしっかり動かしながらいきます。逆に言うとこれ以上上げなくていいです。膝の中で収まるように、かかとが上にまっすぐ上がる、前から中でもなく後ろから中でもなく、まっすぐ動かすようにしてステップをしていきましょう。これもちょっと交互に撮影をしていきましょう。はい、いきます。よーし、ゴー。ちょっと膝を上げすぎてしまってるので、こうなってるの背中丸めた中に、中が丸くなっちゃった。確認してみて。どうですか？表情悪くないけど、徐々にやっぱちょっと戻ってくる。行きます。体を真横で。斜めにならないように。斜めにならないように。武田くんいいですね、このままで。はいよー、スタート。高い位置を持つつもりで、それが同時に行えているのでスムーズに受けるんですね。足が動いている時に足がついて移動をして、でまた戻ってくる時に関節が畳みながら膝も畳むことで素早く足が前に動いてくるので、ここはうまくいってないと、ここ曲げてから動いてしまったり、ここだけ振ってしまったりということで、足の回転がしっかり上がってこなくなってしまって、結果として強い力も出せないという悪循環になるので、ここをしっかり両方動いていくというのをちょっと今体験してもらいました。じゃあ次は実際動きながらやっていきます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。